キコがセンターです。おはようございます。ゆうべちょっと1時ぐらいにいろいろちょっとありまして、ママもまだちょっと大変だったんで寝てます。また夫をお知らせしなきゃいけないなと思いますが、とりあえず朝ごはんです。何があっても朝ごはんはしないとやっぱりいけないですね。はい、どうぞ。ユリオです。自分がちょっと、夜中1時に起きて、なんか、子猫のケージで音がするので行ってみたら、ユリオはトイレ倒れてました。慌ててちょっと蘇生をしたんですけど、もう体温がちょっと下がりかけてて、温めて、音も飲ましたね。飲む力もなく、もう心拍停止になると思います。ごめんね、のりよ。どうした？今でも体重が分かったらですね、やっぱりまだ 600g なくて、500、600ギリギリぐらいでした。ごめんねー。だんだん体温が下がってきてます。倒れてからそんなに時間は経ってなかったと思います。ごめんねー。見つけてから、20分息を、虹の足を渡りました。何も言わず、中の、よく面倒見てた白田が息をしてくれました。ごめんね白田も。ごめんね、ありがとうね。舐めてきれいにして、いってます。